こちら浦安情報局、こちらの時間です。3月20日は春分の日ですね。国民の祝日の一つで、自然をたたえ生物を慈しむ日とされています。昼と夜の時間の長さがほぼ同じになるのがこの日で、夏至に向かい徐々に昼の時間が長くなっていきます。これから本格的な春の訪れを感じることができる日々が始まるのでしょうね。楽しみです。それでは今回のこちらのラインナップです。禁煙のすすめなどご覧の内容でお送りします。はじめは市内の話題をご紹介します。皆さん毎月25日に猫座で庚申祭が行われているのをご存知ですか？庚申祭はよそからの災いが入らないようにする庚申様の祭礼行事。2月25日は新しい年になってから最初の庚申祭です。正面金剛尊が祀られている本殿では化蔵院の住職が護摩焚き。猫座の庚申様はもともと化蔵院に祀られていたもの。そんなことから化蔵院の住職が足を運び護摩焚きを行っているそうです。この祭礼は明治以前から続いているもので、地域の皆さんの無病息災などの厄払いをしています。そして庚申祭の日には猫座四丁目名物の卵フライも出ることから、お参りの後に卵フライを求めるのが定番のようです。代々伝わってきた地域の守り神、猫座の庚申様は皆さんにとても大切にされています。2月26日には郷土博物館で貝びな作り。これはかつて浦安の産業の一つだった貝を身近に感じてもらい、合わせてひな祭りを楽しんでもらおうというものです。集まったのは32組の親子。まずは貝について学びました。今回使うのは昔浦安の海でもたくさん取れたハマグリ。この2枚貝は2つにして別のものと合わせようとしても絶対に合うことはないそうです。ハマグリについて学んだらお雛様作りのスタート。各テーブルのエプロンをつけたスタッフはボランティアの皆さん。この貝びな作りに参加した子どもたちがスムーズに作業できるようにと1ヶ月ほど前から準備をしてきました。子どもたちに教えるのに作ったことがないとアドバイスもできないということで、公募で集まった皆さんも事前に貝びなを作ってきました。その甲斐あって当日は参加者に的確なアドバイスをしながら和気あいあいと作業を進めていました。貝びな作りは至って簡単。顔や髪の毛、着物となる布をハマグリに貼っていくだけ。可愛らしいおひなさまが出来上がりました。この日、屋外展示場ではひな祭り。笛や太鼓の浦安囃子の演奏はひな祭りを引き立てます。甘酒やひなあられを味わうこともできました。郷土博物館では女の子だけでなく男の子もみんなでひな祭りを楽しんでいました。同じ26日には東京ベイ浦安市川医療センターが完成し、それを記念した講演会が文化会館で行われました。講師は100歳の現在も現役で聖路加国際病院の理事長を務める日野原重明さん。100歳は次のスタートラインと題した講演会です。100歳という年齢は人生の関所であり、新たなスタートラインであると話す日野原さん。だから私は100歳まで行ってこうゴール積んでなくてね、だから私はですね、今100歳でスタートするというよりも
これは関所でですね、箱根のですね、駅伝は違った人が走るんだけど、私は一人で走るんだから、ペースを考えてやるんだなっていう是正詩を作ったわけであります。はい、その次。公演の後は、日野原重明祝祭管弦楽団によるクラシックコンサートで会場を和ませました。コンサートでは、作詞作曲した歌を自らが指揮をし、会場を訪れた皆さんと歌うなど、楽しいひとときを過ごしました。3月1日から7日まで、春の全国火災予防運動期間だったことをご存知ですか？その一環として、4日にはイクスピアリで、浦安市消防音楽隊の火災予防コンサート。10曲余りを演奏し、火災予防を PR しました。市内での火災は今年3月3日までで15件の火災が発生しています。はほとんどが気をつければ防げるものです。寝タバコは絶対にしない。ストーブは燃えやすいものから離れた場所で使用する。ガスコンロなどから離れるときは必ず火を消すなど、一人一人が防火意識を高めることが大切です。消したはず、決めつけないで、もう一度火災予防を心がけましょう。7日には浦安南高校で同窓生が母校の復興を記念して食事をしました。参加したのは同窓生の代表と生徒会役員。被災で校内に大きな被害を受けた南高は、今年度の新学期を迎えても学校で授業を受けることができない状況でした。そんなことから、およそ4ヶ月間船橋に仮校舎を借りて学校生活を送ってきました。そして9月に浦安の地に戻ってきたことを記念し、同窓生が企画して食事を行いました。この記念食事を提案した同窓生に話を聞きました。そもそも思ったのが、浦南にはイチョウの木が一本もなかったんですね。校舎にイチョウの葉っぱが使われてるんですけど、イチョウの木がないことに気づいて、イチョウの木をプレゼントできたらなっていうのが思ったんで、木っていうのは一緒に育っていくうちに年輪を刻んでいくじゃないですか。木とともに、学校の成長を見届けられたらなっていう思いで木を送ることにしました。3月8日には、ふるさと復興市民会議が報告書を市に提出しました。ふるさと復興市民会議は、浦安市ふるさとづくり推進協議会に加盟している63団体73人の市民が参加して発足しました。およそ半年間かけて議論を重ねた報告書です。会議は全体会議が7回、まとめ会議を6回開催。安全で安心なまちづくり、未来に向けて浦安がより魅力的になるためのまちづくりをテーマに掲げ、自助、共助、公助の観点から方針や要望をまとめたそうです。報告書には自助、共助の大切さをもとに、自らするべきこと、地域ですべきことを重点的にし、その上で補ってほしい公助を要望しているとのことです。自助・共助の大切さを痛感させられました。それを踏まえて、今後私たちがすべきこと、地域ですべきことを重点的に議論いたしました。その上で補っていただく部分を、市ではこの報告書や液状化対策技術検討調査委員会、市議会の震災復旧・復興に関する特別委員会からの提言を踏まえ、復
興計画を作り、復旧・復興に向けて全力で取り組んでいきます。3月10日と11日、そして17日、18日には青少年館祭り。毎年開催してきたこのイベントですが、昨年は震災の影響で中止に。今回は開館10周年の記念イベントとなりました。10日にはバンドライブ。普段から青少年館のスタジオを利用するバンドが4組参加しました。最初は男子高校生のバンド、高校2年生の3人組です。4月からは3年生になるので受験勉強を頑張るそうです。続いては東海大附属浦安高校の軽音楽部、1、2年生女子男子混合バンドです。この日は本来のボーカル担当が体調不良のため、仲間のバンドのボーカリストが急遽代役を務めました。次は男子3人組バンド。おととしの青少年館祭りのバンドライブを会場で聞いて影響を受け、バンドを続けているそうです。4組目は東海大附属浦安高校2年生のバンド。1年ほど前から活動を始め、今回の出演者の中では唯一5人組バンドです。ライブの途中現れたのは千葉県のマスコットキャラクターチーバくん。最後はスペシャル参加ということで、青少年館の臨時職員で組んだバンドの演奏です。11日には浦安市食育啓発ライブということで、浦安で生まれたバンド漁港のライブなどが行われました。10周年を迎えた青少年館。お祭りの日に会場に訪れた皆さんはライブなどで盛り上がり、楽しいひとときを過ごしました。続いては禁煙のすすめ。タバコを吸うことの危険性、そしてやめるための方法を健康増進課の保健師と市内クリニックの医師に伺いました。どうぞご覧ください。発がん性があるとされるタバコ、その危険性は誰もが知っています。しかし現在成人男性の喫煙率は 33.1%、 成人女性は 10.4%、 減少傾向にあるものの、依然としてタバコを吸い続けている人が多くいます。そこで今一度タバコの害について考えてみましょう。はじめになぜ禁煙が必要なのか、健康増進課でお話を伺いました。タバコが原因の病気というと肺がんを思い浮かべる方が多いと思うんですが、実は心臓病や呼吸器を含めるあらゆるがん、胃潰瘍、歯周病というような病気を促進すると言われています。また副流煙による他人への迷惑があります。と主流煙の場合は煙はフィルターを通ることによって有害物質の一部が取り除かれていますが、副流煙はフィルターを通さないことで多くの有害物質が主流煙に比べて副流煙の方が2倍から4倍くらい多く含まれていると言われています。受動喫煙により確実に肺がんや心臓病のリスクが高まると言われています。また女性の見た目への影響も大きく出ます。と喫煙によりメラニンが沈着して黒ずみ、シミ、そばかすが増えたり、コラーゲンが減り肌の弾力性が低下します。さらに女性ホルモンの減少により女性らしい美しさが失われていきます。以上のような様々な問題が喫煙により引き起こされるため、健康増進課では禁煙対策を進めています。では健康増進課ではどのような取り組みを行っているのでしょうか。
健康増進課では禁煙相談を実施しています。尿検査、呼吸中一酸化炭素濃度検査などでニコチン依存度を調べ、相談にいらっしゃった方のニコチン依存度に合わせた禁煙法を紹介し、保健師による禁煙のフォローをしております。3ヶ月間フォローしていくので、自分にも応援してくれる人がいると勇気づけられたっていうふうに相談者の方から言われることもあります。禁煙相談は平日月曜日から金曜日の13時から16時まで実施しています。お気軽にご相談のお電話をいただけたらと思います。健康増進課ではタバコへの依存度を調べて、その人に合った禁煙プログラムを紹介しています。禁煙相談でも行う簡単にできるニコチン依存度チェックをしてみましょう。こちらのニコチン依存度チェックは、禁煙を始める前にニコチン依存度と禁煙習慣のチェックをするためのものになります。こちらのチェック表の点数を合計したものでニコチン依存度の判定をしていきます。ではチェックを始めます。朝目が覚めてから何分後にタバコを吸いますか？映画館など禁煙場所で喫煙を我慢するのを難しいと感じますか？目覚めの一本とそれ以外の喫煙のどちらがよりやめにくいですか？1日何本のタバコを吸いますか？目覚めてから3時間以内に吸う本数の方がそれ以降に吸う本数より多いですか？風邪などで寝込んでいる場合でもタバコを吸いますか？合計点が3点以下の場合はニコチン依存度の低い方と言われています。一般的にニコチン依存度が低い人ほど禁煙は容易になります。その反面、習慣性依存が強い可能性があります。習慣性依存というのは、よく相談者の方の中でタバコを吸うときにコーヒーを飲む習慣がある方が多いっていうふうにお聞きすることがあります。そのコーヒーをお茶に変えるだけでもタバコがやめられる方もいらっしゃるので、喫煙の時にどんな習慣が伴っているかを振り返ることによって禁煙が進みやすいっていうふうに言われています。合計点が4から6点の方の場合は平均的なニコチン依存度のレベルになります。禁煙を始めて1週間くらいはニコチンの禁断症状に悩まされることもあるので、その際は禁煙補助薬等を利用して禁煙されることがおすすめになります。合計点が7から10点の場合はニコチン依存度が高いため、禁煙すると2から4週間くらい禁断症状が強めに出るので、医療機関などの禁煙外来がおすすめになります。以上の判定はあくまで目安になります。と、相談者の方の意思に合わせて健康増進課では参考までにこのニコチン依存度チェックを使っています。ニコチン依存度が7点以上のヘビースモーカーの方には医療機関の受診をおすすめします。平成18年6月から禁煙治療に公的医療保険が適用されるようになっています。では医療機関ではどのような治療が行われるのでしょうか。市内のクリニックでお話を伺いました。まずなぜタバコを吸いたくなるかっていうようなことをご理解いただくことが重要だと思います。つまりタバコを吸うことによって我々はニコチンという物質を体に取り入れております。これが体に入りますとですね、快感が出てくるわけですね。つまり何かを達成した後に皆さん褒められると嬉しくなると思います。仕事がよくできたねとか、試験よくできたねとか、そういった時にもともとある報酬回路っていうのがあるんですが、これがそのニコチンによって刺激されるとですね、快感が出るようになっています。つまり一時味わったですね、その快感っていうのは我々人間っていうのはなかなかこう弱いものでしてですね、また味わいたくなってしまうんですね。で、常時タバコを欲するように、で、体からニコチンが切れないようにどんどんタバコを吸うようになってしまいます。これがニコチン依存という状態です。このニコチン依存を取るために2つの大きな治療法がありまして、1つはニコチンをタバコではなくて外から補いながら
そういうニコチン切れによる不快感を味わわないようにする方法、ニコチン代替療法といいます。ニコチンパッチ、ニコチンガムということになります。もう一つはお薬で、それも飲み薬なんですけれども、ニコチンと同じような作用をするような薬を飲むことによって快感物質を出させましてですね、それでちょうどタバコを吸ったような状態になっていきますし、なおかつそういう状態でタバコを吸うとですね、タバコが美味しくないと感じる特徴があります。加えてこれはよく禁煙外来やってるところであれば、そんな珍しいことではないんですが、事務、看護師、医師の3者が禁煙サポートチームっていうのを作ってですね、おのおのの役割に合わせて禁煙治療を受けている方々をサポートしていきます。だいたい2ヶ月から3ヶ月間、8週から12週治療を行います。その間にだんだんニコチンからですね離脱できるような、心と体を作り上げていくということです。禁煙治療をしっかり取り組んでいる医療機関であれば、大体が禁煙治療終了時は8割ぐらいの方が成功すると言われております。もうニコチンっていうのは依存の状態になりますと、もうこれはやめられないと思います。つまりニコチンっていう物質が体に入って一時、快感を味わってるわけで、それをどん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 得たいがために慢性的にタバコを吸ってしまう、タバコの依存症、いわゆるニコチン依存症という病気になっているからです。そういうわけでやはり禁煙外来というものがございますので、ぜひ気軽に構えず受診していただくことが禁煙の成功の早道だと考えております。市内ではご覧の医療機関で禁煙治療を受けることができます。詳しくは直接医療機関へお問い合わせください。相談者の方の中にはタバコはストレス解消なので、タバコをやめたらストレスが溜まってしまうとおっしゃる方がいます。タバコを吸わない方はストレスがあるとお茶を飲んだり深呼吸をしたりして、自分で脳から癒し安らぎのを感じるドーパミンというホルモンを出すことができます。タバコを吸う人は逆にニコチンの刺激でドーパミンを強制的に上げようとしているので、ドーパミンの反応が弱くなり、タバコを吸ってのみしかドーパミンが上がらない状況になっています。タバコで取れるのはニコチン切れのストレスのみなので、禁煙が大事になってくると言えると思います。タバコは年々値上がりして吸える場所も制限されている現状から、今がタバコのやめ時です。また禁煙外来が保険適用になり、以前よりも禁煙補助薬も増えているので、禁煙しやすい環境になっています。まずは気軽な気持ちで相談に来ていただけたらと思います。健康増進課でお待ちしています。タバコは自分の体を蝕むだけでなく、周囲の人々にも多大な迷惑をかけることになります。今さらと諦めず、一日も早い禁煙をおすすめします。健康増進課の禁煙相談は月曜日から金曜日の午後1時から4時に実施しています。予約が必要ですので、健康増進課成人保険係へお問い合わせください。また健康増進課では禁煙相談の他にも健康づくりを応援するさまざまな相談や教室を実施しています。広報浦安や市のホームページで募集のお知らせをしますので、ぜひご参加ください。いかがでしたか今回のこちうら。次回は東京ベイ浦安市川医療センター、明美スポーツクラブなどご覧の内容でお送りします。またこんなことが知りたい、こんな情報があるという方はファックスでお寄せください。お待ちしています。花粉症の方にとっては辛い季節がやってきましたね。街でもマスクをした方を多く見かけます。
このマスクも最近は白だけでなく色付きのもの、柄が入ったもの、子ども向けにはキャラクターがプリントされたものまであるんですね。マスクでも楽しんでしまおうというおしゃれな人が多いということなんでしょうか。個性的でいいと思います。それでは